楽器の音がゼロから作るのも編曲だし、もう出来上がってしまってるのもちょっとかなのも編曲だし、なるほど、ね、いろいろですね。オンリーワンチャンネル。はい、オンリーワンチャンネル始まりました。第一優です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、社長さんもそして経営者さんもそしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でご紹介させていただいております。で、その中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてパワーソング、そしてオンリーワン、そういったものを伺いながら人となりをね、ご紹介させていただいているわけなんですが、今日はですね、こういったもう音楽機材の、まあ、本当夢、私としては夢のような、秘密基地にちょっとね、伺って、おります。まあ、ご紹介させていただくのが、作編曲家でいらっしゃって、そしてピアノ、そしてキーボードですね、はい、奏者でいらっしゃいます、阿部さんでございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、ご紹介というか、はい、という流れが、まあ、はい、音楽のつながりで、来させていただいて、で、その方の、アレンジをされてたんですね。そうですね。はい。まあ、木所葵さんとかですね。はい。花のご紹介という流れなんですけど、はい、いや、僕ね、阿部さんにお会いできるのが、本当楽しみで、ありがとうございます。いや、ね、本当にまあ、でも音楽は私も大好きなので、でも、プロの方に、はいはい、いや、肩書きというか、今までのその作品群というのが、すごいラインナップじゃないですか。長くやってる。いや。多くなってしまった。なんか、ちょっと代表作というか、そういったものを、ちょっとご自分であれなんですけど、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？そうですね。はい。代表作。一番わかりやすい言い方で、はい。オリコン1アレンジとかを、まあ、何回かやってたんですけど、まあ、それで言うとなんか、うん、タッキー&翼さんの夢物語っていう曲とか、うん、はいはいはい、あと近いところがこの間キンキキッズさんのちょっと名前を忘れてしまって、まあそれがまあオリコン1位のアレンジを取ったりとか、まあまあそういうのもちょこちょこあるんですけど、なんか自分の場合そのなんかまあありがたいことにいろんな方とやらせていただいて、うん、代表って言われてっていうのがちょっと難しかったりするんです。まあでも、プロフィールとかそういったものを見させていただいてても、要は、なんていうのか、本当に多くのアーティストさんたちと、こう、まあいろいろ絡んでらっしゃるじゃないですか。それだけは、自分の財産かなと。いやいや、本当に。まあ逆に、まあ、なんていうか、安倍さんだからこそっていう形で多分オファーがたくさん来てるんだと思うんですけど、他の人とのなんかこう差別化というか、もう安倍さんだからこそのできてるものってどういうものなんでしょうかね。そうですね、なんかなんて言いますか、自分が好きだった音楽がなんか、まあジャズフュージョンというジャンルがまあ、はい、好きだったんで、まあ今も好きですけど、まあそういうジャンルのいいエッセンスを生かしつつ、はい、で、何を一番大事にしないかといけないというのは当然歌なんで、うん、まあそういう、まあ自分でピアノの歌版とかもやるんで、はい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 、まあ、そういうとこを、歌を引き立たせる、うん、術っていうのは、まあ得意なんじゃないかなと自分なりに解釈してます。すごい。で、かつご自分で、まあね、まあ演奏者というか、はいはい、という形でもこう、まあこういった時期だってこともありますけど、こう、まあ精力的にというか、はいはい、まあやってらっしゃるじゃないですか。やっぱどっちが楽しいという方あれですけど、いやそれはもう本当に時と場合による、まあ正直楽しくない場合もまああってしまう時もまあありますけど、うんうん、まあでも大、うん、そうですね、どっちっていうのはないですね。本当もその場その場の、楽しみ方というか、まあ本当まあそのいわゆるジャジーな感じとかですよね。いやでもそのご自分がそのやられてるその活動、はい、まあ実はもう3歳の頃からみたいなね、はい、まあそういった話もやっぱりありましたけど、ずっとこの音楽の、はい、まあ、世界にこう、まあちょっといきなり核心に迫るみたいな話なんですけど、はい、続けれるって何なんですか？まあなんか、うちはその小さい頃から親がピアノ教室とかやってて、なんかやっぱ音楽があることっていうのが大前提で、はい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 、まあ当然まあこういう仕事やってると、まあ常に順調なわけでも、他の仕事にちょっと魅力を感じるっていうか、はい、副業とかもやれたらいいなとか正直思う時もあるので、はい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 、でもまあなんかそう他のことをやってないっていうのは自信があるというか、それしかないって感じで自然にやってますね。オンリーワンチャンネル。でもね、やっぱこうそのなんですかね、こう、まあ、我々っていうか、まあ、私はまあそういうまあ業界に参りさせていただいてるのはあれなんですけど、こう昔これはまあ、子供の頃で、はい、私たちが言ってたのが、まあ、作詞家さんがいると、はい、で作曲家さんがいると、はい、編曲家さんって
どんな仕事みたいな、だからそういうこともあの、子供心に実は思ってた、まあ、いわゆるアレンジャーっていう仕事って、まあ、どういう仕事なんですかって、こういう質問をしていいのかどうかもあれなんですけど、はい、例えばもう簡単なことで、もう一番わかりやすいのは、もう例えば歌の人が曲できましたって、はいはい、あのもう本当に何もなくアカペラというか無伴奏で、ふふふって歌ってるやつを、はいはいはい、コードってありますね、ありますね、コード、和音つけて、あと他のドラム入れてとか、はいはい、その時点でもう編曲ですね。あとはその最近はもう本当誰でも音楽作れる時代なので、はいはい、逆にそのすごいちゃんと作り上げたものが来る時も多々あるんですよ、はいはいはい、この先どうしたらいいみたいなのもあるし、まあそれを形にするっていうのも編曲ですし、形とかそのね、いや正直本当どうしたらいいか困る時もあるんですよ、もうできすぎてて、だから、うん、それも編曲になるんで極端ですね、はい、ゼロから楽器の音がゼロから作るのも編曲だし、もう出来上がってしまってるのもちょっと変えたのも編曲だし、なるほど、ね、いろいろですね。これってあの、まあ、某あの番組でもまあお話ししたの、いわゆる作曲家さんかな、言ってましたけど、いわゆる世の中にこうリリースをされた瞬間に自分のものではなくなるって、こうなんかやっぱりそういう話もあるんですけど、どうなんですか、そのアレンジャーさんとしてっていうか、こう世にこうボーンとリリースされた段階で、これ今がそれがベストな状態、はい、で、あ、もっとこういうふうにしとけばよかったとか、そういうのってなんかあったりするんですか？あ、その出た後に。出た後に、はい。反省みたいな。はいはい。そうですね。まあ、僕の場合、そんなにないかもしれません。割と、まあ、もう、あ、こうしとってよかったな、まあ、たまにはあるけど、そんなにないかもしれない、いいですね。でも、その、なんか、まあ、潔さじゃないけど、なんかこう、要はそこがあとはこうね、その作品が、まあ、一人歩きというか、はい、していくことに関してはこう逆にこうじゃあプッシングというかっていう感覚なんですね。まあ、変な話、その作曲と違ってまあ編曲が多いので、なんかちょっとある意味仕事的割り切りは作曲の人とかよりは強いかもしれないね。うん、でもそれって例えばもらったというか、その上がってくるそのいわゆる原曲をそのアレンジするときに、はい、あれこれ全然変わっちゃうみたいなっていうこととかもやっぱあられるじゃないですか。ね、うん、でそれってあのいわゆる作曲家さんとこう、はい、まあ、バチバチじゃないけど、そういった場面とかってやっぱりあったりするんですか？ですね、僕の場合は作曲家の方と、まあ、まあプロデューサーの方も別にいるとか、はい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 、まあそのでも過去にはそんなにないんですけど、もう作曲者からもうこれ全然違うみたいな、はいはいはい、クレームまでいかないですけど、まあ、クレームに近いものももちろん、まあ、正直ありましたし、でも大体もうなんかまあいい時はアレンジでこんなに私の曲がって言ってもらえる時もまあもちろんいっぱいあるんで、それで すごく嬉しいですよね。それってあれですか、ご自分の中ではなんかこう来たものに対して、まあ、もちろんパーフェクトに返していくっていうのがまあ大前提なんでしょうけど、こう超えてやるみたいな、あ、それまあ、そういうもちろんです、ですよね。超えないとダメだなと、まあまあ、そういうことですよね。だからもうある意味驚きに近いというか、それはやっぱプロ魂だなって思いますけど、まあ、じゃあそんな中の、まあ、いわゆる覚悟の瞬間、ゼロ一っていうところなんですけど、その今そのアレンジャー、まあ、その他もいろんなあのこともやっぱりやられていらっしゃいますけど、なんて言うんでしょうね、やっぱりこうここ頑張ったからなんか今のね、あの安倍さんがいるっていうのはどんなタイミングなんですか？一番わかりやすいのはやっぱりあの若い頃とか、あの、まあ、上京してきたっていうことが、あのそれまでも福岡なんですけど、はいはいはい、まあ、地元で仕事が割とあったんですよ、まあ、バブリの時とか、まあ、そこを、まあ、全国的な仕事をしたいなと思って上京したっていうのが、はい、まあ、分かりやすい一番の時だったんですよね。それってやっぱあれですか、その福岡時代というか、とやっぱもちろんこの、まあ、首都圏というか、はい、その東京近郊時代というか、はい、やっぱりこう何だろうかな、音楽の素材っていうのかな、世界っていうのかっていうのが全然違いますよ。全然違いましたね。でも今はその例えばその地方でもできるわけじゃないですか。はい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 、はい、でしかもあのみんなその昔僕の時代はやっぱりこう音楽を本気でやるには状況だみたいな世界があったんですけど、はいはいはい、今
地方とかでも別に上手い人いるし、発信できるし、まあある意味羨ましいようななんか、なんかちょっと複雑な気分が最近はあります。なるほどね。オンリーワンチャンネル。じゃちょっとここで一回ブレイクさせていただきたいなと思いますので、はい、パワーソングを伺いたいんですが、すいません、音楽関係の方にパワーソングお願いしますっていうのもちょっとなんかね、こう、多分いくつもやっぱあられるんだと思うんですけど、はい、ぜひぜひ、そこは逆に興味深く聞きたいところなんですけど、これ本当はまあ、中学校ぐらいの時に聴いた曲なんですけど、はいはいはい、なんか、まあ今でもジャズフュージョンって好きなんですけど、はい、フュージョンというジャンルがやっぱ好きで、その中でも一番衝撃を受けたのがジョーサンプルっていうピアノの人がいるんですけど、はいはい、その人のレインボーシーカーっていう曲が、はい、まあ一番その鮮明な衝撃を受けたのかなと思って、日本の当時ほら放題がついてたでしょ、はいはいはい、なんか虹の楽園っていう、ああはいはいはい、変な放題がついて、はい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 、それがまあそうなのかなって、まあ他にもいっぱいあるんですけど、はいはいはい、その衝撃度っていうのは、その曲に出会ってどんな、安倍さんになられたんですか、なんかその時にうちの母がピアノ教室やってるんですけど、はいはい、生徒さんだった人がなんか自分のおすすめカセットを作って、その中にこう入ってたんですよ、はいはい、っていうのをなんか聞いてみたら、もうこんなかっこいい音楽があるんだと思って、でなんかもうこれ以上のかっこいい音楽はないと思ったんですよ。で、友達とかにも聞かせたりとかしたんですけど、はいはいはい、まあ、でも、数名は反応したんですけど、まあ、そんなね、反応しないですよね。でも、すごい衝撃でしたね。で、それ聞いて、あ、音楽ってやっぱりすごいなと思って、まあ、いつかは自分も、仕事にしたいなとちょっと思ったんじゃなかったかな。なるほどね。そのアレンジャーとしての目覚めっていうのはどこだったんですか。それでその当時ピアノをやってたんですよ、はいはい、もうやってたんですけど、そのまあさっき言ったそのフュージョン、ジャズフュージョンみたいなジャンルが好きになって、ピアノ今でもちょっとそうなんですけど、ちょっとだいぶそうなんですけど、自分の楽器ピアノよりもこういうベースとか、はい、ドラムとか、はいはいはい、そっちの方が興味あったんですよ。おー、はい、なんか、まあ、キーボードとかも当然キーボディストとかも好きですけど、だからドラムソロだけのカセットテープ作ったり、はい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 、だからもうその時からアレンジャー的なんか欲みたいなのが強かったんですね。そのなんていうんだ、その本当に気づき目覚めみたいなところなんでしょうけど、はい、例えば私たちなんかはこう、はい、まあ少し、まあ、普通の音楽に対してちょっとなんか和音をつけるとかね、はい、まあ、そのぐらいなレベルな、でもなんかこうちょっとなんか B 調になるとかね、あ、まあ、そういったことでなんかアレンジ楽しむみたいな、あ、まあ、要はアマチュアレベルですよ、なんだけどそこがプロになるっていうふうになると何が違うのかなっていう、やっぱ全ほとんどの他の楽器も知っとかないといけないっていうのがやっぱりあれですかね、ドラムはこうだ、はい、ベースはこうだ、ギターは弾ける弾けないとか全然関係ない。でも弦楽器はこうだとか、あと弦楽器はストリングスはこうだとか、いろんな楽器を知ってるないとダメですね。なるほどね。でかつあれですよね、こうなんかこうなんていうか世の中にない音って言い方がちょっと合ってるかわかんないですけど、こうそこの曲のこの音って、なんだみたいなっていうのもそのアレンジャーとしての醍醐味だったりするじゃないですか。そういうのってどこからこう発想がスポンと飛んでくるんですか。なんかそれこそさっき言ったのみたいにこのいろんな音がもう今入ってるよ、ね、はいはいはい、その倒立うわーみたいな感じです。もう実際昔と違って今試しながら聞きながらできる、はい、そういうことがそこからインスパイアされる時も多いです。じゃあ表に実は出てないけど、もしかしたらこれすごい面白いアレンジなんだけどみたいなっていう曲も多分あるんでしょうね。そうですね。なんかこうそれ なんていうのかな、同じ曲なのに全然違うアレンジで聴いてみたいなって結構あるじゃないですか。そういうなんかこうもしかしたらお宝が眠ってたりする。そこまではないかもしれないです。でも楽しいですよ。まあ、そういう意味では、ね、いやありがとうございます。